サウスビグラス。サウスビグラス。いいですか。それでは皆さん、こんにちは。アロースタートにお越しいただきましてどうもありがとうございます。それでは種馬の方の展示会の方、今日は6頭予定しておりますので展示いたします。まず今出てますのはご存知サウスビグラスです。本馬は、昨年ですね、地方のリーディングサイヤー部門で2位、2年連続でのリーディングは逃したんですけども、今年は地方リーディングのトップを快走中でございます。また昨年の2歳戦での勝ち上がり頭数はディープインパクトが36頭でしたが、本馬は51頭勝ち上がっております。まあ、これは地方を含めてのことなんです。また、全種牡馬中最多となる数字で2位以下に10頭以上差をつけております。また今年もですね、種付け頭数は、当場では一番の173頭を種付けしておりますので、まあ、今年は種付け量が多少20万円ほど上がったんですけども、まあ、牧場からは絶大な人気を誇っております。今年18歳になりました。まあ、18歳になって多少体の方はですね、衰えてそれは見えるんですけども、種付けに関しましてはスタミナが非常にありまして、種付けでバテるということはありません。受胎率も非常に優秀で、まあ、種馬の鏡のような馬です。ちょっと歩いてもらっていいですか。Thank you.